ほうです。ももです。りえです。エアラキチャンネル、イエーイ。今日はですね、みゆちゃんの初入試の日のですね、リアルな朝からお届けしようかなと思ってるんですけども、で今もう2回受験が終わって、あと本命残すのみとなったところなんですけど、緊張するね。緊張するな。さすがにね。今日はとりあえず、1月10日、うんうん、本当に最初の受験の日のリアルなもんですね。もう一応ね、スッキリでは流れたのよ、うん、そうだから結果ももう知ってる人は知ってるんですけど、とりあえずそれをですね見ていただきたい。どうやったの当日朝？全然緊張しなかったよね。普通にね、白飯の盛りで行って、まあだから白飯も何回も受けてたから、だから良かったよな。今日はその様子をですねリアルにご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。レッツゴー。さあ、ついにみゆちゃんの受験当日になりました。初回やね、今日が一番最初の日。緊張してる？緊張してない？ああ、いいじゃないいいじゃない、それぐらいのね、リラックスしていくのが一番いいよ。いやー、サイゼリヤで腹ごしらえして、とりあえずみゆさんは糖質取ったら眠くなるんじゃないかって言って糖質抑えめに行くっていうそういうちゃんと管理もしてんねんな、一応ね。集中するときにチリちゃん2人いますけど。でもこっちの方がいい。ああそう、にぎやかな方が、そっか、確かにそうかもね。この後ね、ハンバーグセットも、ハンバーグセット来ますけどね。でもご飯大盛りにもしませんでしたから、はい、いつも通りの食事でお腹も壊さないように行きましょう。あら、うたくんがあやすようになってる。それでうたくんに爆笑する。笑ってるな。で、受けたらテンション上がるから、うた何回もやるやろ。無限列車。無限列車です、ギャグの。なんか普通に日常が見たらな、緊張感は別に。先生も言ってたじゃん、うん、いつも通り。いつも通りね、うん、気を使われるのも嫌だろうし。そうだね。どう？逆に緊張を与えてしまう気がする。なんか、ちゃんとスープ上手に飲んでるね。見てよ、すごい上手になってる。成長やな。とわちゃんすごいね。優勝力士みたいな。自分の受験当日どんなやってないの？覚えてないの？昔だから覚えてないかもね。小学生っていうか幼稚園とかね。いや、あのね、合格発表の時はめっちゃ覚えてるの。合格したら抽選があって独立やったから。これすごいよね、合格したのに抽選があるっていうさ。そう、独立そうやって今なくなるかもしれないけど。あ、そうなの。体育館集まって前で校長先生がなんか番号引いて、やだ、それ以降やったらとか、あ、なんかこっから何人が合格みたいなのがあって、すごいね。まあ、映像で覚えてるんだけど、構造上その先生が番号発表した瞬間に歓喜と悲鳴が一気にうわーみたいな。俺の斜め後ろが動くから一番頭よくて一番かっこよかったから落ちて、お母さんと泣き崩れた。で、俺も分からへんかったけど、お母さんが嬉し泣きしてて、運がつらかった、うん、必要っていうのがまた大変だった。そうね、当時国立受験生だったから、うちの姉ちゃんもうち同じとこ行ってたから両方くじ引き当たった。すごいよね。うんこ美味しい？一人で堪能してるわ。レッツゴー。お昼ご飯ちゃんと食べました。あ、もう苦しいよ。いや、食べ過ぎたら眠くなるとか言ったの。結局。結局食べました。よし。じゃあちょっと気合い入れて頑張りましょうか。頑張りましょう。よし。さあ、
終わって帰ってまいりました。どうでしたか？悪くはない。泣くもない。そうなの？ある程度大丈夫だ。ある程度ね。よし。じゃあそうだね。とりあえず今日の夜も結果出ますから。ドキドキですけども。そうですね。帰りましょうか。チャンネル登録よろしくね。はい。ということで。リラックスしてたね。終わってからも、うん、余裕感で。うん、わいわいみたいな。そう。でまあこれもすっきりで結果出ちゃってるからもう言っちゃうんだけど、うん、ここは残念ながら不合格だった。あそこちょっとね、そうあのチャレンジっぽだったから、ね、そう終わってからも、うん、なんか余裕っぽくって、うん、わあ考えたっていう感じもなくて、うん、で結果見た時に思ったよりも点数が数学が伸びてなくて、そうでガッチンで運んで、そうでそっからもう死ぬ気で頑張って、うん、次ね20日に受けた、うん、学校は合格したね。感動したね。やっぱショックが大きかったね。うん、そうね。でも最初にショック受けといてよかったね、やっぱな。そう、その1個目で合格だったらちょっと調子乗って。やっぱそうなんだよ。失敗した時に熱がガーンって上がるからな。そういう人たちに向かっていくんだよね。そうね、ちょっとおごりがね。やばいね。これもうさぎとカメだよね。でもよかったよ。結局だから一発目で不合格だけども。2回目で合格を経験したから、だから両方経験してるから、ね、悔しさも嬉しさも、うん、だからもう一度あの嬉しさってなるやんか。で次本命はもっと難しいから、そう、うん、あのね第3志望校ぐらいは、うん、もうあのねみゆの同じ偏差値ぐらいの学校だから、うん、まあ、過去問もそんな行けなくはないみたいな感じなんだけど、うん、その第1志望のねチャレンジ校がね、うん、もうちょい上げれるかなみたいなところ、そうだってビュー2回目にさ受けた学校あるじゃん、うん、合格したところ、うん、そこはあのすっごいあの偶然っていうか何ラッキーで図形が出なかったんだよね。そうだね、苦手な図形が出なかったよね。そういうこともある、ね、過去問で大問2ぐらいを占領してた図形が出なくて、うん、ラッキーだ。そのラッキーもあるし、逆に自分の苦手なとこだけ出るっていうところもあるから、あったでしょ、なんかあの合宿のね、ファイナルテスト、ね、うん、苦手なことばっかり出てるんで、うん、やったはずなのにね、うん、苦手だからやっぱ身についてないんだろう。まあ難しいよな、それはもう数やるなあかんし、で数やっても正直難しいやつ難しいんだよ、うん、苦手は、うん、もうこれも多分スッキリで最初に発表するから、うん、SNS とかでは多分言えないんだけど、見るね。どうしたどうしたの。いや、午前と午後で受けるんでしょ、当日1日はそうやな。みゆさん、1日に1つしか受けたことないから、ちょっと分かんない。緊張しながら、集中しながらやる2時間はまた、ね、すごい体力さ、まあ、1発目でも終わった後、めっちゃピンピンしてて、セリアでたくさんのお買い物してたから。いや、大丈夫よ。じゃあ、ちょっと頑張ってもらいましょうか。決めたからね、自分でね、うん、学校も。じゃあもう結果はまた今度になると思いますけども、はい、はい、今回はこんな感じになりました。また見てください、はい、さよなら。